エビ業は、関東料理に分類される天津の一種。エビを主たる材料とすることに特徴のある蒸し餃子である。日本語圏においては、説明的に、エビ蒸し餃子や、エビ餃子、関東風エビ餃子と呼称されることが多く、大手食品会社から発売されているエビ業のチルド食品にも、そのような呼称が用いられている。本場の中国においては、エビ業はしばしば、 シューマイと一緒に並べて提供されることが多く、このような方法で提供される場合、まとめて、ハーガオシューマイと呼称される。エビ業は透明な外観を呈し、また滑らかである。エビ業は、公衆郊外で考案された料理と言われているが、その後広く普及し、今では、天津の料理人の技の考説を決する料理であると言われている。伝統的に、エビ。 行を包む際には、その皮に少なくとも7つ、できれば10以上の火だをつける必要があるとされている。皮は薄くて、半透明である必要があるが、箸でつまみ上げた時に皮が破れない程度には、頑丈でなければならない。また紙、容器、せ路内の他のエビ行と付着せぬようにせねばならない。エビにはよく火を通す必要があるが、火の通しすぎも禁物である。 具の量は多くあるべきであるが、一口で食べられるほどでなければならない。ありがとうございます。